もう射撃強すぎだろうって言いながらハゲてる。人増えるんで、桜バイオームのアップデートが来たらまたやりますよ。今度は送金3万円ぐらいにしますか。総額これ付けりカウンターなのもマジで強いよな。あれあれ俺 B ラインじゃなくて魚雷持ってるはずだったんだけど、なんか気づいたら B ライン持ってる。これなんで、あれそうですね。うわ当たってねえか周り。これ守れなかったら僕のせいですね。オッケー、こんばんは。最近結構低コストやってますけどね。爆風クソでゲージこいつやっぱ強えな。いやー B ライは B ライでクソ強いですねこいつ。あ魚雷も強いけど、やっぱこのコストで1350だっけ。あ B ライ持ってるのやっぱ破格だよこいつ。いやそうなんよ、昔ハープーンガン蓄積35でしたからね。イカれてるで。いや本当によ。いや500とかさ、普通に350の機体が下ったらクソ痛いんだよな。射程長。いやーコードムって分かってたのにな。ちょっと回避をするべきか否か悩んだゆえの。渋いですね。あそこにいるんだよな1枚、だから右から撃つこともできないし。コードムなんかすげえ拠点側行ってねこれ。はいこんにちは。ワンチャン。ハイブジムはハイブジムでやっぱこう機動力いいから高台でもアクセスいいですね。B
ーライ日和ですね。なんかもはやビーライで良かったまであるかも。なんか間違えただけだったんだけど。ででのんちゃん当てれる機会多いし、なんか普通にこれのんちゃでいいか。弾太いよな結構こいつのチャージというか。こいつ全盛期の時マジで水が乗ってればレフ完走できましたからね。これガチで。いや今でも割と強いっちゃ強いけど、最強格の期待ではあるとは思いますけど、やっぱそれ以上にやばかった。一人だけ450コストのジェラ使えるみたいなもんですからね、マジで。なんか昔は3号がね、やっぱナハトとかもさ今より弱かったんですよね。マニも1だったし、区内の当たり判定ももっとちっちゃかったし、そうなんですよね。やっぱり焼いちゃったのめっちゃもったいない。あ、やばい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 。あー、おー、びっくりした。逃げに使いますよねそれ、よく。わかるわかる。全盛期やばかったシリーズで、全盛期の性能をフルに生かしてもらって、ちょっとバトルしてほしいですね。多分ドルブがいいとこ行くと思うんだよな。あいつ今の550ぐらいの性能あったら。いやこれあれなんだよな、フルチャー打った後にノンチャーちょっと待たないとオバヒしちゃうんだよな。すげえもったいない。こういう時魚雷だったら詰めれるのにな。詰めれるというか打てる球がある。そうなんよ、こいつが最強だった時代にデュラハンが解放されてマジで荒れたんですよね。守ります。ここ守らなかったら負けてたな。よし、水ガン強え。こいつ B ライも全然強いな。